花咲くアーモンドの木の枝は、フィンセント・ファン・ゴッホが1890年に制作した、油絵。ゴッホが、南フランス・サン・レミド・プロバンスの精神病院で療養していた時、パリに住んでいた弟テオに子が生まれたのを祝って、制作した作品である。1890年1月31日、テオと妻用との間に長男が生まれると、テオは兄に手紙でそのことを知らせ、 名前をフィンセントにしようと思っていることを伝えた。ゴッホは折り返し、今日、切符を受け取って、言葉で表せないほど嬉しいという手紙を送っている。ゴッホは2月19日に母アンナに宛てて書いた手紙の中で、その子のためにすぐ青い空を背景に白い花をつけたアーモンドの木の枝の絵を描き始めましたと報告している。 3月17日頃テオに宛てて書いた手紙の中では花咲く木の枝のキャンバスが会心の作であることを伝えている。ゴッホは4月29日にこの絵を他の絵と共にテオに送り、テオは5月3日の手紙で絵が届いたことを伝えている。ゴッホはテオとーの寝室にこの絵をかけてほしいと思っていたが、二人はリビングのピアノの上に飾ることとした。コッホは 新しい生命の象徴として、アーモンドの木の枝を選んだ。南フランスでは2月に早くも花を咲かせる木である。主題や、はっきりした輪郭線、画面の中での木の配置などは、日本の浮世絵の影響が見られる。花の色は、元はピンク色が強かったが、光線にさらされて退色し、より白っぽくなっている。テオの死後はよう、その死後は息子。 フィンセント・ウィレムに受け継がれ、現在、アムステルダムのゴッホ美術館に収蔵されている。ありがとうございます。